ゲゲンさんです。今日はシチューの素を使ったシチューパスタ作っていこうと思います。それでは早速パスタを茹でていきます。このくらいですね。材料はシチューの素と鶏団子、あとはキャベツですね。でこれをちょっと蓋をして茹でていきます。では、パスタを茹でながら上にのせるシチューの部分を作っていきたいと思います。油入れます。鶏団子入れます。塩コショウで軽く味付けします。でちょっとお湯の方を足します。そして、シチューのルーを入れます。はい、ではシチューの方ができたので、そこにパスタを投入していこうと思います。ちょっとパスタが固めなので、このままちょっとずつ煮ていこうと思います。ちょっと味見をします。ちょうどいい味ですね。ちょっと麺の硬さを確認します。ちょっと硬いのでもうちょっと煮ます。火を止めて少し蒸らします。ではもう一回柔らかさを確認します。麺の柔らかさちょうどいいですね。それではよそっていこうと思います。
い、完成です。それでは食べていこうと思います。ちょうどホワイトソースっぽくて美味しいです。ちょっと味変しようと思います。めんつゆ。